お野菜ですね、すべて自然栽培の農家さんのお野菜を使っておりますので、安心して召し上がってください。で、調味料とかね、使っている、全部素材ですね、もう全部無添加の安全なものを使っておりますので、安心してね、召し上がってくださいね。で、本日里芋をですね、昆布とお醤油で煮っころがしにしましたね。では、いただきます。うん、豆腐がですね、多分これ手作りなのかなだと思います。形が、形がですね、不定形というかですね、整ってないよね。多分手作り、手作りだよな。うん、おそらくね、手作りだと思います。玄米とね、黒米を使ってるようです。かなり、ね、珍しいですよね。あと梅干しも自家製だそうです。うん、結構ですね、その歯ごたえがありますね。やっぱり玄米だから、まあ、ぬかが残ってるのと、まあ、ちょっとなんでおこわに近いけど、まあ、おこわに至ってないような、そんな感じの食感がします。梅干しはですね、梅干しですね、はい、ちゃんとつけてるだろうなっていうね、ちゃんとそういうのが味わえる梅干しです。ごめんなさい、ちょっとね、詳しくなくてごめんなさい。これがナゲットになります。お芋のナゲットということでですね、なんていうかな、お餅みたいな食感がありますね。で、こちらのですね、これにつけて食べるといいということなので、ちょっとつけてみましょう。酢で和えていると言っていたんですけれども、優しい酸味ということでですね、これ、これだけでもちょっと美味しいような気がする。優しい酸味ですね。美味しいです。これ青大豆ですね。青大豆です。あ、でもほのかに甘さがある。米の油で揚げた、お芋のなんていうかな、ポテトかなみたいですね。なんだろう、皮もあるのかな、なんて言ったらいいのかな、こうホクホクというのとはですね、ちょっと違う、なんか若干ジューシー寄りな食感がしますね。こちらがですね、かぼちゃの豆乳グラタンだそうです。美味しそうですね。かぼちゃと豆乳の甘さがですね、まあ控えめなんですけれども、かぼちゃと、豆乳の控えめな甘さにですね、そのキノコの食感が入っていてですね、入っていったらいいんだろう、全体的にこう優しい感じのね、その変に甘かったり変に辛かったりっていうね、感じではなくて、自然食なんだなっていう、優しさを感じられます、本当に。ちょっとごめん、表現したら、ね、申し訳ないです。はい、本当にこの通りなんで、はい。これはですね、その豆乳チーズときんぴらの春巻き用です。いただきます。きんぴらの歯ごたえが
しっかり感じられますね。こちらサラダなんですけど、結構ねその珍しい野菜を使ってますね。うん、キビとかね、あの、まあ、雑穀とか、ね、そういうものも使っていて、あの赤カブとかね、最近もう売ってないですよ、赤カブとか。でこれね、あのウサギです、ウサギ。可愛いね。え、ちょっと酸っぱいんだけど、何したっけな、あの、穀米甘酒ドレッシングというのが、入ってるようです。ちょっとね、あの酸味が効いてますけれども、あの全体的にですね、やっぱりその優しい味わいですかね。はい、自然食ということなので、三浦大根と舞茸の煮物だそうです。大根といったらね、その桜島大根とか、あと青首大根とか、そんなんしかちょっと知らなかったんだけど、三浦大根とかね初めて聞いた。ね、まあ多分大きくね味は違わないと思うんだけどね、まあ、いろんな種類がねあるんだなと、思いました。美味しいです。造形がねすごいですね。造形がなんかこうね、ちゃんと赤株で花を作ってるっていうね。お酢につけた卵ということで、若干ほのかに酸味を感じられますね。全然ねその嫌な感じじゃないですよ。ごちそうさまでした。全体的にですね、あの繊維質なんですけれども、まあ、和食なのでね、これはあの、まあ、しょうがないというかですね、まあ、それを楽しむんだと思うといいのかなと思います。あとはですね、そのデザートがあるので、そちらの方ですね、楽しみにしたいと思います。デザートがですね来ました。こちらですね、いちごのですね甘酒プリンということで、結構珍しいですよね。酒粕が使ってる甘酒のね風味がするのかなと思います。そしてお茶なんですけれども、こちらもですね、あの自家製の栽培された、ホーリーバジルのお茶ということでですね、こちらあの、こちらのカフェ七五三のですね、まあ、種から育てたお茶だそうです。なかなかですね、やっぱりあの種からねお茶を作るってねできないと、ね、思いますよ。非常にねあのいい香りがします。なんだろう、ホーリーバジルのお茶って初めて、飲んだけど、なんていうのかな、若干そのまあ苦味と酸味とそのまあ、癖のあるその風味というものがですね絡み合っててですね、まあ、でも、ね、全然嫌じゃないんですよ。あの美味しいです。独特の味わいなのでですね、これはもうここに来るしか味わえないのでちょっと言葉にできないんですけれども、あの美味しいです。いちごのね甘酒プリンもいただきたいと思います。いちごの甘みがすごく引き立ってますね。言うほど甘酒ではないような気がします。いや普通に美味しいですよ。プリンにですね若干こう、ボツボツしたものが入っていて、
これがねその酒粕かなという感じですかね。野菜ですね、すべて自然栽培の農家さんのお野菜を使っておりますので安心して召し上がってください。で調味料とかに使っている、全部、素材ですね、もう全部無添加の安全なものを使っておりますので安心して、ね、召し上がってください、ね。で本日砂糖もですね、昆布とお醤油で煮っころがしにしました、ね、こちらですね、はい、で水分に煮詰めまして、で煮詰めたところで丸めてね、潰して丸めて投げてましたね。で、お米のね油で揚げてますので、ヘルシーと思います。で、その漬けについてはこのピンク色の、大根おろしなんですけども、こちら北海道の、農家さんから取り寄せているベニーシードルという、ね、大根ですね。これちょっとお酢を加えるとちょっとショッキングな色に変化するんですけど、自然な色なのでね、安心してもらって、で、飽きたらつけて食べてみてください。はい、はい。あとけんちん汁ですね、具沢山となっております。手作りの、農家さんが作っている、お醤油を使ってますので、こちら、はい。で、青大豆ですね、これ塩茹でしたものです、はい。で、きんぴらですね、うどのきんぴらですね、はい。で、サラダが、ヤーコンというお芋のサラダです、ね。で、ドレッシングはですね、黒米の甘酒を、私がドレッシングの作り方を。あ、これですか、それ。これですね、ごめんなさいね。はい、ピーナッツ、つぶつぶがね、中に一緒に入ってます、ね、ちょっとこのラディッシュが大きくて見えないようにこの下にサラダが入っております。はい、で、人参ですね、こちらとても甘い人参でして、八朔とね、あえたラテになってますね。で、上行きますと、三浦大根ですね、三浦大根を国村の黒舞茸と一緒にね、煮た煮物となってますね。で、そろそろ野草が出てきたので、こちら、雪の下っていうね、こちらですね、ごめんなさいね、はい、雪の下っていう野草ですね、こちらアクがないのでね、さっと湯がきまして、くるみ合いにしたものですね。で、殺菌効果とかね、利尿作用、むくみを取ったりとか、あと風邪予防なんかにもね、良いと言われている野草となっています。春はね、もうちょっと野草が増えてきます。ああ、そうですね、はい。でこちら、春巻きの中がですね、きんぴらごぼうと豆乳のチーズが入っております。で、赤いお花に見立てているのが赤カブですね。こちら、はい、塩で揉んでから、真ん中に黄色いお花の、お花、菊ですね。菊の花の酢の物が入っています。はい、でこちらね、豆乳味噌ソースの、かぼちゃのグラタンですね。で真ん中のテーブルのチーズではなくて、チーズに見立てて餅きびですね。きびを炊きまして、雑穀ですね。をチーズに見立てたものですね。菊のね、で、こちら、お芋のフライでして、菊芋のフライですね。こちら、普通に炒めたりね、きんぴらにしたりするよりかは、油で揚げると、とても一気に甘みが増します。はい、で、カレー風味になってます。温かいうちに召し上がってください。で、卵ですね、こちら、有精卵でして、酢醤油につけておいてから、周りついてるのいった米ぬかがね、残してあります。とてもね、美容効果がね、高いと言われておりますね。おむすびですね。おむすびはですね、自然栽培の玄米と黒米ですね、を一緒に炊き上げまして、真ん中私の耳の横に自家製の、梅干しが入っております。はい、以上です。ありがとうございます。